2019年6月13日、長崎ぶらり旅、新千葉スターミナルから、路線バスに乗って、女神大橋まで行きます。バス降りてから、歩くは、大変でした。まずは、往路編です。ご覧くださいませ。ここは、新千のバスターミナル、交通カードの、長崎スマートカード、3000円、購入、ちょっと高いです。右手には、停泊中の、大型客船見えます。多分、女神大橋からも見えます。橋桁が見えます。見上げると女神大橋、どうやって、上に上がるんでしょうか。エレベーターなんかありませんので、歩くんでしょうか。ちょっと、気が滅入ります。車の通る道を、ひたすら歩きます。誰か、乗せてくれませんか。結局、橋の上に出るのに20分歩きます。ありました。よかったです。ここで、トイレ休憩です。橋の下をくぐります。そして、市街地の見える側に出ます。やっと、女神大橋。海面から65メーターの高さに来ました。長さ1289メーターのようです。ここから橋の上を歩きます。橋の上を、ただひたすら、歩きます。市街地が少しずつ、見えてきました。
見えました。どこ行きでしょうか。時折手ぶらで歩くおじさん見ます。車で来た人でしょうか。女神はいませんけど、こちらは成田から直行、フル装備です。渡り終えた感じです。振り返るとこんな感じ。どっちからでも同じに見えますが、往路はこれにて終了です。袋は下をくぐって反対側に出ます。実はちょっとした発見だったんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。実は、キロ、冒険心くすぐる、ちょっとした発見、ありました。次回、ぜひ、ご覧ください。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. You can't miss my next movie in which something incredible appears. See you soon.